マノッチです。パワフルロワイヤルパワロワやりましたが、俺ね、チュートリアルだけはやったんですけども、結構俺向きかなとなんか思ってて、自分で操作はしなくていいのよ。あの時間内にオーダー決めて、それで勝つか負けるかみたいな、ざっくり言えばね、まあ、そんな感じのやつなんだけど、なんかチュートリアルやった感じ面白かったんだよね。ってことで今から、初の本番ですね、これが今我がチームです。あ、これね、ハテナになってるね。これあの地上っ子爆弾だったんだけど、地上ってなんかハテナになった、変換されちゃったわ。まああんまりね、ちょっと今俺選手がまだいなくてさ、ちょっと戦うにはちょっと頼りないメンツではあるかもしれないけども、とりあえずこれで行ってみようぜ。64人だったかな、なんか同時にやってみたいな。俺 M だね。これ待たなきゃいけないのか。これ朝やってるからさ、俺さなかなかしんどいかな。今朝8時誰かやってる人いねえかな。お、一気に来たね。いざラウンド1。はい、さあ組み合わせが決まります。みんなもやってるかい。これはい、さあまずは初戦を勝って勢いをつけて。向こう総合力めっちゃ高くない？半約半分じゃん、うち。ミッションはこちらです。あ、いないんだ一人もいません、一人もいません。栄冠出身なんで、いや初戦敗退するかもしれないな。そっか、栄冠の選手もパ、あのこのなんだっけ、パワーパークに連れてこれるのか。まだな、栄冠なプロ選手とかもいないしな。栄冠の選手使えるとなればね、まあ後に強い選手も組み込めるわけで。相手まだかい。さあ試合が始まります。試合始まりましたよ。ミッションの報酬はありません。試合開始。はい、勝てる気しないね。でこのなんかパワー玉ってやつを使うと、あのボルテージが上がると、まあタイミング見てね使う感じだね。いて、どっちも使っとくかい。いやすごい使ってくんじゃん、いて超強いじゃん。やめて、うん、ちゃんと俺こういうスタンプとかやるから、相手もやってほしいな。やってくれはしないんだね。めっちゃ相手強いんだよ惨敗するじゃんこんな。あ、なんかやってくれた。チャンスでやんす。超強いっす。試合終了。いや惨敗や。これあれだね、もう選手いないことにはどうしようもないってのがあった。多分この相手の人まあ強かったけども、なこれはなんか名前とかいろいろ売っちゃってるけどいいのかな、わかりません。あー、まあ負けたら、まあ、戻されるんだ。あの64分の1でチャンピオンになれば、なんかその称号みたいにもらえるみたいな感じらしいんでね。いやこれ行ってみてえけどな。俺のプレイ時間的にまともに戦うのしんどいかな。まああれだよね、今のさチーム編成がどうしてもさ、俺さ、あ、なんだっけ、デフォルトの、あ、そのパワーロは何号とか使ってるじゃない。まずここを全部揃えることだよね、オリジナル選手でね。そっからだよね話だな。いやチュートリアル面白かったんだよなだってチュートリアルは勝てるんだもん。いやちょっとこのパワーロワ、うん、これは面白いわ、これ好き。だいたい俺はパワーフェスでね作ってるんだ、時間かかるからさ。うん、いいでしょ、このキャッチャーいいでしょ。いやーでも地上って消されるんだね。うん、まあちょっとオリジナル選手増やさないとですね。
ちょっと時間かかるな。まあ今栄冠は企画でやってるから、まあその中で、まあ、ここで埋めれる選手何人か出てくると思うんですけども、ちょっと埋めたいね。埋めてちょっとリベンジだね。これは結構好きだな。あのなんだっけ、パワ寿司だっけ、寿司パワだっけ、あ寿司サバ、うん、これよりは好き。パワロワの方が圧倒的に。ちょっとパワコロ楽しみですね。次のアップデートの時なのかな。待ち遠しいな。楽しみにしてくださいね。コロって言ってるぐらいだから、スゴロク的なことかなと俺の中で勝手に思ってんだけど、何なんだろうね。とりあえずパワロワ面白いですね。はい。お前そんな負け方してなんか楽しかったのって思われるかもしれないけど、楽しいから。パワロワ面白い。はい、そんだけ。さよなら。そうしようか。